皆さんこんにちは。田辺利、2020年税理士本試験簿記論ポイント速報の講義を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、ではですね、今日はあのー、本日実施されましたあ税理士のねポイント速報というところでございまして、まあちょっと今日はラフな格好で大変申し訳ないんですが、私もあの問題ニュースなん,なんだろうちょっと行かせていただいた関係でね、ね今日はちょっとあの上着を。 お諦めましたくて、ねまあ、皆さん方もあの本試験会場ね、えー、今回特に東京の方はあだいぶ試験会場が分散されたりっていうところもあったんで、まあ、試験、ねえー、受けていただくまではあ本当にこうなんていうのかな試験自体ちゃんと実施されるのかなとかね、えー、そういった意味でも非常に不安な日々を過ごされたと思いますで今日ね、えー、皆さん方、まあ、とりあえず本試験の方無事受けてきていただいたというところがあるんで今日は もう本当に今回答速報っていう、回答速報というよりも、今日の試験の内容、今、先ほど僕らもチェックが終わったばっかりです。で、これからあー各講師集まってね、えー、内容のすり合わせだったりとか、えー、予想配点なんかをちょっとつけとこうということで、ま,あ、まずはね、あの現状、問題を1回見た段階での感想をね、えー、感想というか、状況というのかな、あーこれをまあ速報という形で、今日皆さんにお伝えをさせていただくと。 でこれを、まあ、明日以降ちょっと練り上げて、えー、今度の土曜日になります、ねえー、今度の土曜日ですから日付で言うと何時だっけ、えー、っと22日ですね22日の土曜日に、えー、私どもレックの校舎新宿エルター本校ですね、まあ、これ私の方で、えー、講義を実施させていただいている校舎になるんですけども、まあ、そちらの方で、ね、詳細な回答解説会 まあ本家の分析家ですね、えー、これをやっていきますでこれに関しては、まあ、当然ねお近くの方々は直接新宿,を新宿の方においでいただいてご参加いただくということもできますしで直接新宿までは来れないと当然そういう方々おいでになると思いますでそういった方々はウェブ等を通じても会場しますしまたはねあのお近くご自宅の近くにレックの本校 ね各校舎あるところあると思うんですよね、えー、大阪であったりとかあまあ各地全国各地にレッ構の校舎ありますでいくつかの校舎については当日新実行との間でねあのウェブでつなぎまして、えー、ライブの形で、えー、回答速報ということで実証していきますでそちらご参加いただければ。 ね、各種本校の方に、えー、お足をお運びいただいてねご参加いただければあ紙ベースでもう今日はまだできてないんですけど紙ベースでね模範解答と予想配点箇所あとはボーダーラインなんかについてのご案内、まあ、確定的な情報も合わせて出させていただくこともできるんで、まあ、皆さんあの本当にお忙しい中あなかなかねご参加いただくという部分にも制約はあるかもしれませんけども可能であればね、えー、そちらあ土曜日ですね今度の土曜日の方のお検証会の方に。 ご参加いただければと思いますしまたあの当日はですね、あのー、一応小学生試験というのを各地の本校では実施します校舎の方では実施するんですねでその小学生試験はあのー、まあ僕の問題やっていただくんですけども得点状況によってえ来年以降の私どものレッグの講座申し込みにお使いいただける割引券を差し上げるというシステムになってるんでまあこちら ね、どの校舎で、えー、小学生試験に実施されるかなどの詳細はあーホームページの方で解除しておりますんで併せてそちらをご確認をだいてね内容のチェックを図っていただいてまあ是非ね、えー、時間とご都合のある方はあ前向きにご検討と いいただければよろしいんではないいいかとううふうに思いますでね今日は大体20分ぐらいです、えー、それぐらい時間をいただきまして今回の簿記論本試験におけるねまあ状況というものを少しお話をさせていただくというところになりますでまあどうですかねあの今回の簿記論本試験まあ森任の試験の先生でいらっしゃいます原先生ですね横浜国大の原先生まあこの方がどれぐらいねご自分の色を出すかなというところがやっぱりちょっと怖いところがあったんで まあ今回はね、えー、直前の講義なんかを通じて、えー、歩行という形で、えー、複数仕分け帳制度特殊仕分け帳を活用する複数仕分け帳制度なんかをプラスアルファという形でお話をさせていただきましたで残念ながらというか今回その複数仕分け帳制度自体は試験には出ていませんいませんがそれをもうちょっと簡単にしたやつですね、えー、今回第1問が簿記一順の問題 まあ、取引推定、感情分析なんかを駆使していただいてやっていただく、僕一順の問題というところになります。まあ、棋士から始まって、基調取引期末に至るまでの感情データ、分散型で載ってますからあ、それらの資料の相関関係に基づいて、えー、適宜、金額の推定を行ってくださいという趣旨の問題が出た。だからこれなんかは、まあ、別に負け惜しみで言うわけでもなんでもなくてね。 あの直前期等を通じてねえ複数仕分け調整度というものを前提としながらも調防を前提とする簿記順の過程を皆さんに見ていただくということはご案内させていただいたのは決してこれは無駄ではなかったなというふうに思っておりますまあ当然のことだから複数仕分け調整度等だってまあ前提となってくる対立式簿記を通り基づく簿記順の話っていうのは理解できてなければあ必然的にそこら辺の話っていうのはつながらないわけでだから今回はね まあ、負け惜しみでも何でもなくってあのやはりねえー、新任の先生の研究領域に即した問題をお作りになられたなとただ、まあ、1回目というところもあるからおそらく様子見的なものだったのかなという感覚が僕にはあります。 えー、だから今回はね、逆に言えばその複数仕分け調整度等々の話があ完全にご理解いただいてなくても、一般的な簿記一順というね、簿、ま、記、あ、論受験生さんでいらっしゃれば当然に抑えていただいているであろうところを前提としながら、あー問題を対応していただくということができたので、まあ、そういう意味ではね、僕は基本的にはあー問題を見た段階で、第1問等を見た段階では少しほっとしました。 ね、で、まあ、中にはねちょっと失敗しちゃったかなっていうところもあるかなっていう気はするけどもこれはねあの一般論でいうと多くの受験生さんにとってはあプラスに働く問題だったと思いますよだからその簿記一順の話を前提とする、ね、帳簿の流れというものを前提とする知識であったり、まあ、更にはその中に含まれた早期法に基づく勘定の記入とかねあったでしょ。 あったよねでここら辺なんか私も授業中にも散々パラ分岐放送記法なんていうのは近年ずっと出てるからねあーしたがでもここら辺は税理士募金論の受験を考えた場合には絶対的にこなさなきゃいけない話なんだということは以前 ね、授業中にもお話をさせていただいてる論点だったりするんでまあそういう点からするとねこれ第1問のところっていうのはかなり皆さんにとっては点数取りやすい状況になったんじゃないかと思いますまあ感覚的な部分で言うと第1問に関しては2、まあ、問形式ではありましたがまあおおむねね30分ね30分程度見といてもらえればもう十分回答は終わると思いますよ、ね、なおかつ えー、結構第一問は点数伸びるかなという気がする。ね。まあ一番最初は募金順でしょ。で問いの二番も募金チの要素ありますけどもこれ純位さんですね。で純一さん会見の取り扱いになりますが、まあ、出題されてる論点自体が本当に平易というかベーシックな処理ばっかりだったので、まあ、そういう意味からするとやっぱり第一問というのはかなり高得点が狙える問題だと思います。えー、これは人によって まあ多少ね高得点というものについての感覚が違うけど僕は個人的には20点25点入ったのうちの20点超えという方も全然いいんじゃないかなといらっしゃるんじゃないかなという気は僕しますねあのまあそれが最上位層だと思いますよ最上位層だとは思うけども20点オーバーという方々も全然いても不思議じゃないしもしかしたら満点もいるかなという気も僕はしましたね第1問は でこれは僕の個人的主観ですけど、今日の本試験の問題に関して言うと、募記論の第一問。第一問が、これはもう攻めどころです、ねえー。これは比較的解きやすい。だから、そういったところをしっかりと対応できて,いた,、えー、していただいたかどうかというところにつけると思いますで。次に第二問なんですけど、第二問もね、全般的には比較的対応しやすいと思うんです。で今回問,い、えー、問題二問形式。で問いの一番が、在外視点を含んだ本視点会計でした。 まあ本支店会計自体はね僕もずっと当連なんかを通じて皆さんにご案内してますもう簿記論ですからねそもそも簿記論の本筋から考えた場合簿外手続きを前面にする連結会計なんかよりもよっぽど本支店会計の方が重要性は高いんだということを僕はずっと授業中も言ってきたで直前当連等の解説でもその話はしていましたねだからもう今回まあ在外支店という形式ではあったけどまあまあ本支店出ましたかとねで,でもね 出ても何とももななんと思わないって言ったただけどもう当たり前なんですよ募記論ですからねえ帳簿を前提とする募記論という科目の特性を考えれば、まあ、当然、ね、過去の本試験を遡ったって一番難しい形式の問題何っていうのは僕は間違いなくもう本視点で答えますんであのー、この本視点会計っていうのはもともと募記論伝統論っていうのもあるんで,でその分今回はね まあ本視点会計出てでも何の不思議もないし僕はもう解説の時にもそれずっと言ってきましたんでえ本視点会計しっかりやってくださいとでなおかつ在外視点の財表換算が今回出てますからまあ多少ね問題としては少しイレギュラーなところもあったけどねあの例えば個人商店が前提になったりとかあそういったところがちょっと特性としてはあったりしますけどただ問題回答上そんなに大きな影響ないんでまあこの在外視点の財表換算なんていうのはね本視点会計の領域の中ではどっちかって言ったら簡単な領域ですよ そうでしょだって、あのー、もうゴリゴリの、本当にゴリゴリの本支店会計、帳簿決算なんか話になったら、どぎついですからね,ねえ、そういったことを考えれば、まあ、決まりきった、ね、え換算要領なんかをしっかりと捉えておいていただければ、ある程度対応ができるっていうのが、あ在外者の座表換算ですから、まあ、そういう意味からすると、うん、そうだね、そこそこ点数は拾えるかな、まあ、満点取ろうと思うと、これちょっと大変です、時間的にも厳しいかなっていう気もする。 だからあの、もう部分点狙いで当然いいわけですよ。まあ、試験ですからね。でそうすると、三、まあ、た修正なんかをまずしっかりやるのと、まあ、あとは現金とか備品とか、そこら辺の話は比較的対応しやすかったので、そういったところでしっかり点数を拾っておくとこういうスタンスが大事でしょうね。ねまあ、あとは、もう予想答弁2回目でももう出題させていただいて、まあ、その時にもね、在外視点、在表換算の要領、もう決まりきったことを決まりきった順番でやればいいんだから。 ね、こういったところはまあお本試験直前の予想答弁なんかをしっかりと見直ししていただいた方であればまあそれなりに点数は拾えたと思いますから大きく失点はしないんじゃないですかねで問いの2番がリースでリースに関しましてはですねあの借り手と貸し手と双方の処理を要求するって話ですでこれに関しては、まあ、私も答弁等を通じてね今回もあの貸し手の側の問題っていうのは出させていただいてます ただ、僕はね、その回答解説等を通じて、解説の段階でお話しさせていただいている通り、貸し手の処理っていうのは、あくまでも、借り手の処理が完全に理解できて、対応できるようになったと、その状況になったら初めて貸し手の側に移行してくださいねっていう話をさせていただいてるんで、まあ、今日の問題を通じてですね、貸し手の処理ができなかった人がいても、別に僕は全然いいと思います。そんな大した問題じゃないです。うん、問題じゃない。ただ、 あの当たり前ですけど、これ当然、借り手の側の処理はもう満点取らなきゃだめですよ。僕はその前提でお話してますから。で、そうすると、まあ、今回のリースはね、もう借り手は当然満点です。満点。で、その上で、まあ、時間的に余力がある方が、貸し手の側のね、えー、問題対応、例えば直前のテキストでも載せ,て載せさせていただいていたし、えー、当連等の見直しを通じて押さえていただいているというところがあれば、 あ十分対応していただけたと思うんだけども、まあ、貸し手の側の処理というのは5マイクプラスアルファですね基本戦略としては借り手の側の処理をまず完全に合わせきるというのが前提です、ね、でそういったところをね、まあ、しっかりと基本に忠実に学習のペースを守っていただいた方ないし学習計画を組んで勉強していただいた方であれば確実に対応できたと思いますでこれなんかは一つね、まあ、今回ちょっとリースの話失敗しちゃったなというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれないけどもあのー、改めてね 税理試験まあ簿記論という科目の特性を,を再確認していただくにはいい問題だったと思うんですよ。すなわち、まあ、結局ね、直前の当連でも貸し手の側の処理出しました。で、テキストでも載せました。で、これを、まあ、僕は優先的にやる必要はないというふうに申し上げてる。で、そうなった時に、まあ見たことないというか、馴染みのないね、そんなに勉強してない話がポッと出てくると、やっぱそっちって気になるんですよ。だから、ああ貸してやっときゃよかった、よかったと思う人がいるんだけど、あの貸してを ね、当然やれるようにしといた方がいいには決まってますよ知識ですからただ根本的な話としてまず今日の問題見てよ借り手の側の処理が一か所でも間違いがあったらば貸し手の側を見とけばよかったっていうのは結果として今回の試験の振り返りの内容としては不適切ですよ絶対そうですよ当たり前でしょうだってあのー、借り手の側の処理ができるようにするってのは出題頻度の可能性からしたって当たり前なんですね そこが、いまだ後藤が出てる状況で、貸し手の側の処理をやっとけばよかったっていう情報分、状況分析っていうのは、ちょっとそれは不適切だと思うので、見直しするときにはちゃんとね、え借り手の側の処理から見直しをしていく、それをやっぱりやっとくってことは大事ですからね。ですかあそこら辺はちゃんとメリハリをつけてね、作業を進めていただきたいなと思います。で、第3問、第三問は、まあ相変わらずです。ね <laughs>、相変わらずです。 えまボキロンの第も問ですから簡単であるわけがないで簡単であるわけがないんでこれはねもう初めから問題拾って拾ってやるわけですよでそうなってくると今日も顕著だったね、まあ、そういう意味では分かりやすいと思うんですがあのーまあ、ざっくりした話今日の第三問に関して言うと、まあ、当然取らなきゃいけないでしょっていうのは冒頭入ってる決算整理事項現金実際に関する話、まあ、当然こんなのやんなきゃダメですね,ねもうこれはもう当然満点取り切ってもらいます で、その上で、うーん、そうね、まあ、借り払い金の生産なんかもどんどんやってもいいかなと思うけど、ま、あその後の、例えば長期定期預金の話買い、外貨建て預金の話、も、ま、う、あ、こんなのも取った当たり前ですね。で、それらやった後、もう皆さんお気づきでしょうけどね、これ今回 A17 ページに入ってた商品売買、これがもうめんどくさい。ね、もうめんどくさいんで、あの、こんなん手出しちゃダメですね。ダメです。あのー、今回これはもうやんない方がいい。すごいめんどくさいです、これ。 えー、結構集計手続きを考えた時にうーんちょっとどうかなっていう気は正直するんであんまり僕はこれやることは進めませんねでまあでもある程度ね直前期の当連なんかをしっかり経験された方であればこれ手出しちゃいけないっていうのはもう分かると思うんですよだから普通に考えればもうこれ手出す人いないと思いますよで出すんだとしても他のものを終えてからじゃないとね まあ端的な話ですけど今日の問題に関して言うと、まあ、その後と A18 ページ側にねクレジット売り書きの話とかも出てるけどさ、まあ、端的に言うと19ページ以降の決算整理事項7番だね有価証券からあともう典型でしょ第3問は後半から解くなんていうのも基本ですよね、えー、点数積むっていうふうに切り替えた場合にはそっちになるよねっていうところがあるじゃない。 その前提で考えるとこの投資有価証券それから有価証券絡みの決算整理事項7番以降のところっていうのがまあ本当に解きやすいね解きやすいっつったって簡単というわけではない例えばね自社利用のソフトウェアに関する取り扱いこれいい問題だねやっぱりし給の先生ってすごいなと思いますねあのー、具体的事例に当てはめてなおかつさほど問題回答上悩まないとねしっかり概念理解してれば解けるよという問題ですからねやっぱすごいな ねえー、思いましたねえ思いましたけどでもこういったところ比較的取りやすいでしょねえやっぱそこをしっかり取るってことじゃないですかでその前提でも視点を切り替えて、えー、問題とにかく点数拾えるようなスタンスで作業していくでそれが一通り終わってですようん時間的に相当余力があるなということであるならば商品売買関連のところに移ってもいいかなと思うんだけどもまあ多分時間的に無理ですね。 で今僕が申し上げたような論点をしっかり攻めてってもらって、まあ、これからちょっと予想の配点をつけようかなとは思ってるんだけどもまあそれうまくすればあ20点超えるぐらいまではいくかなっていう気はするしまあかなくったってそれに近いような19とか18程度は稼げるはずですから、まあ、今日の試験は最初に言った通り第1問が間違いなくこれも高得点の問題なのでそういった第1問とか第2問である程度点数取る。 例えば第2問だったらさっき言ったけど、問いの2番借り手の側はもう丸々取れるわけですよ。少なくとも半分は取れるじゃない。で、その上で、第2問、問いの1番のお在外視点を含んだあ6点、こういった問題なんかも、まあ、満点取ろうと思うとかなり厳しいですけども、おある程度の点数を積む、まあ、半分以上というところは余裕でいけると思うので、まあ、そうするとざっくり考えて、まあ、25点の半分程度ということであれば、12点から15点、えー、これぐらいの得点が第2問で取れてですよ。お第1問で20点前後。 けけてれればねそれだけでも35点程度になってまあ第3問で今僕が言ったようなパートパート選んで選んでやってってもらえれば50そうだな20点から、まあ、うまくすれば22点とかぐらいまでいくと思うのでそうするとまあおおむね、えー、合格ラインということを考えた場合の一つの目安として言えるかなと思えるのは55から59。 ぐらい僕の今ざっとした感覚ですこれからもうちょっとせめ、あのー、ちゃんと練り上げますから、ああ、土曜日の段階ではまたもう少しね、状況を切り替えるかなっていうところもあるけど、今の僕の感覚です。まあ、ざっくりボーダーってどれぐらいになるって言われたときに、まあ、希望的観測も含めて言えば55。ね、55。で、まあ、正直なところ言うと58ぐらい。かな。 まあもしかしたらん60っていう数字が見えてくるところもあるかなっていう気はするんだよね。あのー、今年の簿記論の問題は去年の問題の傾向どっちかっちょうと引きずってる感じがします。ね。去年もまあ今年もそうだけど比較的簿記論なのに手が出やすいんですよ。だから第1問のその感情分析の話なんかまさにそうですけどあの,あの手の問題って過去の簿記論の本試験の問題ご覧いただいたことある方お分かりになると思うんですけどね。あの すすげえドキツイんですよボキ論って昔のああいう問題、まあ、昔っつったって45年前ですねえー、相当難しいねこれっていうのが出たりしてるんだけどそれに比べて今回は非常にシンプルに点数が積みやすい問題になってたりするからちょっと多分ね第一問なんかはこれ僕が思う以上にできてる人多いのかなだか僕はさっきその20点超20点超えるぐらいの人がまあ最上位層だって言ったけども 結構そのの人が多いいかなっていう気ぼくしてうしるんですよこれやっぱねある程度しっかりと感情分析技法っていうものをまあ題材が特殊商品売買になるのか一般商品販売になるのかその他の論点になるのか分かんないけどね結局あの感情分析必要なデータに基づいて感情分析作業を行いながら必要なデータを導出するっていう作業はで根底が同じなわけですよ、ね、だから特殊商品売買の分析できる人ってのはキャッシュだってできるしキャッシュフローの話ができる人は ね、その他の取引分析だってできるんです、大体。ね。キャッシュだけはできるけど、特殊評は全くできないとそんな人ほとんどいないんでね。だからそういうことを考えると、第一問とかって意外と点数を取るかな、いう気もしています。だから、それぐらいの問題だねっていう状況が僕あるんで、ちょっと今年の試験はね、まあ、くどいだけど、細かい話は明日以降、ちょっとみんなでね、すり合わせ図ろうと思ってるけど、僕ね、 まあ、いわゆる一般的な簿記論の例年のボーダーラインに比べるとちょっと高いんじゃないかなっていう気はしてます正直、えー。去年までは言わないかもしんないけどもまあかないな去年までは行かないと思うけどうん今年もちょっと率高めかなっていう気がするね正直。まあそんな感じがしますがあそれが今現在まあ当日。 えー、論本試験の問題をおご回答させていただいたただ結果として僕の率直な感想ですでとりあえず本当にもうここは超速報版こんな感じかなっていうところをざっくりした所感としてお話をさせていただくというコンセプトになりますさすがに土曜日までね情報発信しないと皆さんも不安に感じられる方もいらっしゃると思うので、まあ、例年こういった形の速報版でのご案内とさせていただいてます詳細なレックとしての確定的なあ情報のご提供っていうのは 今度の土曜日、ね、えー、こちらの方で実施をさせていただくというところになりますので、まあ、繰り返しになりますが、詳細なご案内等は、ね、ホームページなどでご確認をいただいて、えー、ぜひご参加いただける方々はあ参加していただければというふうに思います。はい、ということで、ね、まあ、まずは何にしてもね、えー、本当に今年はね、皆さん方、あのー、税理試験自体が無事に実施されるのかどうかというところも本当に心配な中。 あーもやもやとした気持ちの中ね、えー、今日の本試験に至るまで準備をしていただいたところがあるんで、まあ、さっき僕もツイートでちょっと書いたんですけどね、今年の受験生さんは、本当にまあ,あ、例年の受験生さんに比べても、ちょっとまあ、心理的な負荷、ね、ストレスが強い中あ、試験会場行かなきゃいけなかったんで、まあ、そういう部分ではね、本当に大変だったなっていうふうに思います。だから皆さんも多分まあ 試験自体の疲れもあるけどね、まあ、そういったあ精神的な疲れっていうのも、まあ、溜まってると思いますんでね、えー、今日なんか <coughs>、ね、23日は本当にゆっくりしたほうがいいですよでゆっくりしていただいてまあ永を養っていただいてねで今度の土曜日なんかにその模範回答なんかを出題させていただいたらば是非皆さん方やっていただきたい話がありますえこれはあ自己採点の結果として受かってるとか ね、自己採点の結果として落ちてるだろうとかあ関係ありません。えー、リー試験は結果がが出るのが年末ですよねでその年末に至るまで何にもやんないと見る見るうちに簿記の能力って下がります。で少なくともねせっかく本番の試験の問題解いたわけだから23日は本当にゆっくりしていいけどね少なくともこの簿記論の本試験の問題を括弧、まあ、3 ね、私どもレックも含めてよその予備校さんも含めてもう半回答出るでしょ出たらね一回ちゃんとそういったものを使いながら解き直しをした方がいいよ。これはやった方がいいですよ。あのー、それは受かってる受かってないの問題じゃないんです。やっぱり次につながるっていうことを考えた時にねえ来年簿記論受けるでしょとかそんなこと言ってんじゃないですよ。そういうことじゃなくてここで合格されて次税法行くにしたって何にしたってやっぱり簿記会計論知識っていうのは当然ですけど土台を形成するわけです。 ね、で合格は合格として、まあ、結果出ればそれに当然越したことはないけども、ね、やっぱりそれでも間違ってるところっていうものを見直しをし確認をしておくっていうことは絶対この後の税法特に企業,法、ね、企業税法なんかを勉強していただくにあたっては無駄になるわけないんだから、ねまあ、ここまで一生懸命やったもので自分がねえもうまさに成根尽,尽きるまで一生懸命勉強して試験会場で向き合った本試験の問題なんだから。 それはやっっぱりさしっかりしか後藤を出してしまったところなんかはもうこれ工藤だけど自己採点ができたとかできないとか合格してるとかしてないとか関係ないんです。え全受刑生産がせっかく、ね、せっかくした経験なんだから、ね、ここで一回解いた問題をちゃんとそういったものを使って見直しをする、ね、これは是非やってください。 ね、はいということでございまして、えー、今日の回答速報はあこれで終わりというところになりますまあ詳細版土曜日にね、えー、行わせていただきますんで是非そちらの方も前向きにご参加ねご検討いただければと思います、はい、以上で今日の講義は終了です皆さんお疲れ様でございました